いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとう。思い出す。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとう。悪いけど勝たせてもらうよ。手加減しないぜ。ゲームオン。ナイトン140。よし、ま、こんなもんかな。あれ、ナイストーン101。決めるぜ。You require 161. Yes. 60.ナイストーン114。よし、You require 101。よし、67。こんなもんかね。86。負けられねえ。フッフッフッ。ただじゃ済まさねえ。遊んであげるよ。
元気ないだろう。いらっしゃいませ。いただきます。肉もいいけど海産物もいいよな。本来はイカがうまいんだ。確かに食感がいいな。こりゃうまいや。そんなみんな大好きイカですが、実は宇宙から来た説があるんだよ。え、宇宙人？どういうこと？あれだろ、昔の映画やアニメに出てきた火星人に似てるからとかだろ。いやいや、ちゃんと学者が研究して出した一つの仮説さ。体の大きさに対して脳が大きかったり、神経細胞がたくさんあって、その大半が足にあるんだって。だからそれぞれの足が独立した制御コンピューターになってて、同時にバラバラの作業ができるらしい。それなら俺だって右手と左手をバラバラに動かせるぜ。張り合うな張り合うな。地球にいる生物とは違う構造が多いから、昔宇宙からやってきたとか、隕石の氷に入ってたウイルスのせいで進化したとか言われてるよ。へえ、そう言われると確かに違う世界の生き物に見えてきたわ。お前は本当にそういう話が好きだが、どこから仕入れてくるんだ？さっきそこのコンビニで立ち読みした雑誌に書いてた。面白いでしょ？それ聞いたらやっぱり同じ世界の生き物に見えてきた。案外単純だな、さっちゃん。まあ、信じるも信じないもあなた次第ってやつだね。俺はうまけりゃ宇宙さんだろうが地球さんだろうが構わないけどな。多様化の時代ってやつっすね。これもそういうことなの？ごちそうさま。ありがとう。泣き叫んでも許せない。できない力の差を見せて。やだ、撃って。体が重い。遊んでいる。見せえな見せえな。知らない。気乗りしねえな。ここは任せて。まあ、終わらない。
調子がいいぞ。無駄だ。あよし、勝負するね。楽しみだ。調子に乗るのもここまでです。力の差を見せてやる。手加減はなしだ。ここは任せて。大丈夫。始めましょう。覚悟してよね。調子がいいぞ私。すりゃ結構調子いいかも。調子出てきた。どこ見てんの、うん、手加減はなしだ。はい、出らっしゃい。なんとでもする。あれやっちゃう。よし、とっておきの技味わってもらう。力の差を見せて肩をつけよう。やるか。一発で決めるよ。当然だ。ここは任せて。調子出てきたぜ。調子に乗るのもここまでです。目立っちゃおうかな。調子がいいぞ。順番には無理だ。いい感じ。まだまだ強くなれそう。素直に喜んでおくか。大人の渋みが出てきたぜ。うん、楽しみしてきました。やるか。手加減はなしだ。調子出てきたぞ。どうしようかな。私の番。手加減はなし。私の番。やりますか。やるか。無駄だ。まあ悪くない気分だぜ。ちょうど欲しいと思ってたところでね。いらっしゃいませ。ありがとう。
消えてくれない？今戦いたくないんだけど。終わらせる。度胸を振り返ってやるよ。いつでも戦うぞ。どうやって死ぬ？後悔するなよ。やるか。行列して。私の番。調子出てきたぞ。蹴りをつけるぜ。燃え尽きる。楽しませてもらうよ。やるか。ゾンビプレイ。私の番。せい。手加減はなしだ。やりますか。私にやりますか。どうしようかな。コンビプレイ。調子出てきたぞ。俺の番。どうした。やるか。恥かいても知らないから。手加減はなしだ。私の番。またいい男になっちゃった。人生これ成長ってな。
思い出せ。いらっしゃいませ。いただきます。ショートケーキといえばよ、イチゴってどのタイミングで食う？俺は最後だ。イチゴはショートケーキの看板みたいなもんだからな。できるだけ残しておいてやりて。ケーキ相手にもそこまで考えるんすね。でも実はそれ正しいらしいわよ、考え方もね。というと？ショートケーキのイチゴは最後に食べるのがマナーなんですって。ケーキのフォルムが崩れちゃうから、イチゴがあるところまで食べて最後にスポンジやクリームと一緒に食べるのが正しいって雑誌に書いてあったの。そのマナーいるか？理屈はわかるけどさ、イチゴくらい好きなタイミングで食わしてほしいんだけど。最後まで乗せてると重心が安定しなくて食いにくいしさ。私は初手でイチゴを食べたいんだが、なんとかならないか？いや知らんけど、だいたいそのマナー決めたの私じゃないし。まあそんなに難しく考えなくていいんじゃねえか。いろいろ気にしすぎて味が分からなくなるんじゃそれこそ台無しだしな。自由に美味しく食ってもらう方が作る側としても嬉しいと思うぜ。いいこと言いますね、桐生さん。実は一回やってみたかったことがあって、ちょっと今日やっちゃおうかな。ホールケーキにかぶりつくっていう。それはやめろ。ごちそうさま。ありがとう。いたいた、待ってよ静子。あ、ごめんなさい。あ、いや、すみ、静子、もうごめんごめん。ミキ、ん？あのさ、ずっと気になって。ああ、これ小野道夫くん。小野道の。知らねえ、マイナーだね。違うよ、もうゆるキャラ。へえ、そう。私手術しないと治らない病気なんだって。手術しないと道夫くんのおよ。私手術受ける。辛くても我慢する。静子だ。静子、帰る方向こっちだよね。ああ、ごめん、今日はちょっと用事があって。そうなの？引っ越してきてそんな経ってないし。大丈夫だよ、地図も調べ。うん、調子。いいみたい。ちゃん暇？俺らとちょっと遊ばない？この辺に雰囲気のいけ、結構です。おっと、待ちなよ。そもそもこの辺をうろついて。違います。またまた照れ隠し。誰かゴー。てめえの汚え手で静子にさ。なんだよこのおっさん。なんで目障りだ、さっさと切る。やべえやったな。お、あのん、あのもしかして。え、やっぱりそうですよね。こんな、あ久しぶりだな。忘れるわけないじゃないですか。凡人。はい、ずっと会いたかったんですよ。桐生さんにお会いできて
本当。ああ、俺もだ。前にあった。いえいえ、全然。まだ。あの後、手術。はい。お医者さんが頑張ってくださって、それもこれも全部。俺は何もしていない。そんなことありません。手術を怖がっていた私を、道夫君は私に、手術に立ち向かう勇気をくれました。だから、桐生さんや道夫君に、でも、桐生さんとは一度会っただけで、だから、今日は、俺も、お前の手術がどうなるか心配。でも、桐生さん、お前こそ、ど、はい、実は私、医者を目指していて、その、医者か。慣れたら、ですけどね。でも病気の私を救ってくれたお医者さんだから一生懸命勉強。立派になったな、しずこ。はい、もし桐生さんが病気になった。はい、さてそろそろ行くか。はい、ありがとう。こんなところ。はい、迷っちゃって。今度からはカムロ町。そのキーホルダー、もちろんですよ、道夫君と。そういえばそんなこと昔言っていた。なんでですか。道夫君は面白いし。いや、あいつはなかなか面倒なやつなの。野暮なこと聞いちゃうかもしれませんけど。ここにいたのか。さっきの借りを返しに来たぜ、桐生さん。安心しろ、静子。でも、もし怪我。お前を守るためなら。おいおい、どうした。逃げも隠れもしねえよ。子供の前で手加減はしねえ。覚悟してよね。力の差を見せて。調子出てきたぞ。どこ見てんの。よく吠えるね。終わらせる。度胸だけは買ってやるよ。まだ強くなれるとはな。格が上がったね。桐生さん、大丈夫。ああ、この程度。はい、桐生さんが。よかった。今日はありがとうございました。道までは。気にすんな。これ。もしよかったらつけてくださいね。いいのか。それ私家に50。そんなにいら。こちらこそ。桐生さんには私ダメですね。この年になっても桐生さんに助けられてばっかり。桐生さんに私も。静子。うん。俺はお前に。あんなに小さくて手術に震えていた女の子が、そんなお前に。桐生、お前はきっと立派な医者になれる。だから頑張れよ。俺はいつまでもお前の好きな道夫君も。じゃあな、静子。元気で。き、ん、今までありがとう、みち。こっちこそありがとう、みち。ありがとう、桐生さん。ううん、みちおくん。
ャバクラ。シッフォ、俺が昔。確か、ライバル店の圧力で潰されそうな雪。小雪。しかし同じ店名とは。うちの店に何かご用です。あれ、どこか人違いでしょう。なんでしょう。キリュウさんじゃないですか。いつの間にか消えちゃったから、どこかでもたれじ、もう少しは顔出してくれればいいのに。ああ、まあね。お前こそ元気だったか、小雪。そうなんですよ。あの、もうすぐオープン初日なんですよ。ほう、すごいじゃ。それが、よーよー、関西から来たよそ者さん、まだかい。困るんだよね。よそ者が簡単に店出せると、関西弁のおばさんたちが簡単に足踏み入れていい。また来た。誰？ライバル店の人です。うちらが神室町でしょ。おかげで風評被害も広がるし、怖がって女の子も何人か。俺たちも穏便に済ませたいんだけどよ。あっかんべーだ。あんたらなんか舐めやがって。どう叩き込む。なんだって。俺はここで雇われていたもんだ。言うねえよさ。眠らない街、カムロ町の怖さ。今日はかかってきよう。気持ちいいところが悪いんだ。力の差を見せて。手加減はなしだ。結構調子いいかも。ここで決める。目立っちゃおうかな。お前だけでやるよ。なんだこいつ。さっさと消えろ。すみません、また助けてもらっちゃいましたね。そんなことはない。邪魔が入りましたけど、せっかくなので中で。ああ、なかなか広くていい。ほぼほぼ前にあったお店の居抜きですけどね。俺が抜けた後、キリュウさんが放射院を蒼天堀ナンバーワンの15年くらいの間、関西の一。ああ、それはすごいな。だが、もともと関西以外にも店を出そうという話は何度かあったんですが、でも陽田さんとユキさんがせっかく代替わりするなら何か新しいこと。なるほど。関東じゃなくてもいいんですけど、単純に私は放射院というお店が大好きなので、蒼天堀の店は他のメンバーが盤石で、だったら私は店を預かるに。いいじゃねえか、店のことを。ありがとうございます。キャストとして接客だけしていた頃とは大違い。考えなきゃいけないことも山ほど。こんなことをユキさんやヨーダさんは長年やってきていたんだと思うと、改めてすごい人だなぁと今になって痛感しますよ。私の知らないところでいろんな人たちが私たち。それすまないな。 いえ全然、というかむしろずっといてほしいくらい。おいおい、また働かせ。冗談ですよ。さっきの奴らの脅しや圧力のせい、結構自利品なんですよ。時代は変われど、その辺はできなくはないですけど、初日はもうすぐですから、スケジュール。うん、なら。いや、それができたら最高なんですけど。今、ユキさんはご自身の夢を叶えるべき。新た。はい、キャバで貯めたお金で飲食店を始められたんです。だから私たちの事情でそんな軌道に乗ってたとしたら悪いですし、それにいつまでもユキさん頼みじゃいけない。てどうした。いや、最近ちょっと働きすぎてるせいで。あまり無理すんなよ。あまり詳しくは教えてくれないんですが、
横浜のスナックがいっぱい入ってるビルの一角。横浜。おそらくスナックが入ってるビルっていうくらいで行きたいな。でもなんかせっかく偉人町なら。おお、ならぜひ顔出してみてくださいよ。え？お。やった！もしうちの心配をしていたらお気になさ。わかった。ありがとうございます。よかったら。時間が合えばな。大変だと思うが。肝に銘じます。あえて俺も。はい。それでは。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとう。これだな。よし、取れたぜ。チラシ寿司バー銀シャリ。へえ、ラッセラッセ。食い。この子。違うね。寿司食いね。ごちそうです。どうすか。何やってんだあいつ。なるか。時の流れは早いな。さすがに驚いた。いや、小さくてもいい。でも私、得意料理ってチラシ寿司ぐらいなんだ。なるほどな。いいんじゃねえか。で、それが全然チラシ寿司の味には自信が。どうだろうな。だが、いや、それも手としてはわかるんですけどね。だって私目当てのお客さんで店がママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのはちょっとスナックとかそういう接客主体のお店。私の店はあくまで主役はチラシ寿司なので。なるほどな。そう。ああ、天然で抜けているように見えて実はきちんとフォー社員だって10年以上もトップをキープするには
それができたからナンバーワンで居続けられた。そうですか。そのまあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。小雪はだって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのに変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言った。まあ確かにな。嬉しい。こうやって新しいことにトライできるのも小雪ちゃんっていうし、でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから。ああそれなんだが、え、そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、小雪が一人で奮闘してるみたいだが、あいつ自身も大丈夫。そうなんですか。あいつはいつで心配かけたくないんだろう。それに、マジで本当に全然忙しくないのに。キリュウさん、私小雪ちゃんを助け、小雪が助けに来たお前を。キリュウさん、水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに。私準備してカムロ町に行ってみます。わかった。よーし、久々。許さないぞ。楽しませてもらうよ。終わらせる。いやいや、状況だけは買ってやるよ。お、少しかかるが時間は。ああ。報告ってのは他でもね、秋山のことなんだ。秋山。何かあいつの近況が分かったのか。ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東条会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、いまだに音信不通だ。で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか。あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想をつかしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってのはそういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたらきっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほど。
そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、雄也たち、まさかの狭山とも会うことができた。また、そういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだから、もう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ？ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるが、どうだ？実際一歩からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一歩が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは遥かだよな。自分が死人になって世間との関係を断ち切る。お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのは、まあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ。待った、伊達さん。ん？なんだよ。この店、いつからこんなに静かだった？外からも全然人の声が聞こえてこない。もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！いたぶって。いつでも行けるよ。私の番。肩をつけよう。よし、一発で決めるよ。当然だ。危ねえな。私の番。調子出てきたぞ。まだまだ強くなる。何者なんだこいつら。ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。まだ終わってなかったか。ん？お前、そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を受け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんて、そうそうできることじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ、キリュウさん。久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたの？ねえ、今まで伊達さんには何度聞いてもキリュウさんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞けば素直に桐生さんのことを教えてくれてました？あ、いや、それは。ほらね、またこれだ。秋山、お前何を。人をバカにしすぎでしょうが。あんたら二人して。
あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。案の定、大阪で東条会と近江連合が解散した時は死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったらどうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。神室町にいる友人に頼んで、ずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日、伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか、そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を呼んでシラを切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ桐生。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。まだ謝りませんよ。俺はもう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。わかったよ、全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。なるほど、そうでしたか。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてね、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ、やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ秋山。俺に挨拶もなく長いこと神室町を挙げてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東条会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません。俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で、行き着いた先がシンガポールか。さて、シンガポール？誰がそんなこと言ってるんですよ。え？違うのか。違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど、こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構、俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇ったハンピン・リューマンを差し向けてきた。そういや孫妃にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかく
あんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけものにされてムカついてないかと言われれば答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて見せくさいにも程がある。わかりましたよ。もう責めませんよ。その代わりまた近くで見届けさせてもらいます。うん。発端は大道寺の任務だったとはいえ、桐生さん、またでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがたいが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束ってもう一生日の目を見ずに過ごせなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやハルト君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接遥たちに会っても大道寺一派は見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか。お前に残された時間はもう。分かってる。だからこそだ。あ？今の俺と遥たちが会ってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはねえ。それはどうなんですかね。ん？俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、キリュウさん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は、同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、キリュウさん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてきっとはるかちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山、俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。